今年はほぼすべて自家採取の種芋。このじゃがいもたちを黒木戸のところに植えて栽培実験していきます。向こうの無肥料の畝にも植えるよ。今年も絶賛花粉症、だんだんおかびです。3月3日ひな祭りですね。じゃがいもの準備が大体できたので植えていこうと思います。で、さっき言った通り黒木戸に植えるのと、いつもの、ね、無肥料の土、あそこはもう耕すことを決めてる区画ですね。そこに植えて栽培比較をしていきます。去年ちなみにね、じゃがいも植えてみて黒木戸では失敗しました。全然芋ができなかった。本当にね、1個から1個分か、まあせいぜい2個分、まあ2倍ぐらいにしかならなかったんですよ。で、その範囲としては、あ、違う、ちょっと待って、思い出した、ごめんなさい。春に植えた時は失敗したんですよ。それはその黒木戸の特性がよく分かってなかったっていうことがあって、乾きやすくてうまくいかなかったこと、葉っぱもあんまり茂らなかったです。で、種芋の状態が悪かったのかもしれない。でも秋ジャガで植えたやつは結構できたんですよ。で、それでできたのがここにある、特にドラゴンレッドですね、この辺。まあ、これ種芋になってますけど結構でかいでしょ。いい感じのやつがゴロゴロできたんですよ。あと、なんだ、アンデスレッドか、アンデスレッドもこの辺か、今割ってあるけど、まあ、これちょっと比較的小さいやつです。いいやつはもう食べました。結構ね、いいサイズのやつがゴロゴロできたんですよ。だから春ジャガで植えた時は1個からまあ2倍ぐらいにしかならなかったのが、秋ジャガで植えたら、まあ自然農法的にやると、まあまあ成功ラインだと私が思ってる、まあ1個から5個分、5倍ぐらい前後にはなったんですね。もうちょっといけたかな、まあ5倍以上にはなったんですよ、種芋のね。って考えると、秋ジャガの方がうまくいったらなんでだろうと思ったんですけどね。なんでだろう土の湿り具合かな。まあ、あとは考えられるのは、黒木戸がここに搬入されてから、まあ、半年経って、多分前回の動画でお話してたと思うんですけれど、虫たちとか微生物たちの力によって、土の分解が進み、肥沃度が増したっていうことがあるんじゃないのかなと思います。だから土として成熟が進んだ。で、養分的にプラスになった。あとは、秋ジャガを植えるのに、このふわふわで通気性がいい、水はけがいい、黒木戸が相性良かったのかもしれない。で、その検証が今回、春ジャガで植えていて出るわけですね。春がうまくいかないのか、単純に1年目の初版だったからうまくいかなかったのかという比較になります。はい。ということで植えていきます。なんかちょっと楽しみですね。うん。で、ここ準備した種芋たちはですね、今年ね、種芋ね、買ってないです。産直で売ってたメイクインを、なんだろうな、一袋100円のやつを400円分ぐらい買いましたけれど、高い、今ね、種芋が高い。5キロで、男爵ですら1700円、1800円ぐらいするんですよ。ね、なんか、ほんと、やっぱね、2割増し?昔はね、確かね、男爵だったら5キロ入って1300円ぐらいだったと思うんですよ、確か。だからね、やっぱ2割増しかぐらいにはなってますね。ということで、ちょっと二の足を踏んでしまったので、今年は全部自分のとこの種芋でやろうと思います。あとは、安くなったら買ってみようかなと思うんですけど、半額、割引セールになってる頃にはね、もう種、植え付けの時期を過ぎてたりするんで、とりあえず今がね、ちょうど春ジャガ植え付けのシーズンのね、真っ盛りなので、植えていきます。じゃあね、今回植えていく芋の種類をね、軽く紹介してから、実際の植え付けやっていきます。はい、今回植える芋ね、9種類あります。で、順番に紹介していきますね。まず、メークインでしょ?で、アンデスレッド。で、これがね、中津芋っていう埼玉でね、見つけてきた品種。で、これが、ドラゴンレッド。西海30何号とか、そんなやつ、ちょっと正確に忘れました。で、北あかりと、もう植えてあるのがこれね、グラウンドペチカ、デストロイヤーと言われるやつですね。まだら模様の赤と黄色のまだら模様ですね。ちょっと焼けてるか色わからなかったけど。で、こちらレッドムーンと、こっちはね、タワラヨーデル。この辺もね、その埼玉のね、道の駅で買ってたやつです。で、これですよ。ポロシリ。はい。このポロシリは、去年、ポテトバッグで栽培して、で、それをさらに秋にも畑に植えてちょっと増やしたやつ。全然うまくいかなかったんですよ。ポテトバッグね、私ね。で、まあ、いい感じのができましたと。
で、これは間違いなく登録品種です。なので、これを自家増殖したものを販売あるいは人に譲渡してはいけません。それをすると法律違反になる。取ったやつを自分で植えて自家消費するだけだったら、まだ OK なはずです。はい。確かね。種苗法的に。うん。だから、そういう意味で、登録品種かどうかは、販売もしくは人に譲渡する芋に関しては気をつけてください。うん。怪しいんだったら、もう人にあげたりもしない。売りも、もちろん売ってもダメ。はい。で、この中でちょっと怪しいのが、俵用出る、どうだったかなと思う。ちょっと確か切れてると思うんですよ。あとはレッドムーン、どうだったかな、調べきれてないんですけど、このあたりがちょっと怪しいですね。で、他のやつは一応調べてみたり、中津芋なんてのは多分埼玉のね、伝統品種的なやつだから大丈夫だと思うんですけど、まあ、とにかくね、怪しいと思ったら、売らない、譲らない。はい、です。自分で食べるだけにする。はい。で、まあ、安心できるのが、よく、昔からよくある品種。ジャガイモ御三家と私が呼んでる、男爵、北明かり、メイクイン。このあたりはもう全然大丈夫です。なぜかというと、もう品種登録の期限がとっくに切れてるからです。アンデスレッドも大丈夫。うん。だからね、まあ、大体その辺で手に入るものだったらね、大体大丈夫なんですけれど、ちょっとね、目新しい品種はやめた方がいいです。はい。で、気になる方は自分で調べることができます。農水省のホームページで、品種登録データベース、登録品種だったかな？間違えた。まあ、いや。品種登録データベースっていうのがあるんですよ。で、そこに、バレイ書っていう風に、野菜の名前を入れて検索すると、品種登録された品種がずらっと出てきます。で、そこに名前が載ってない、もしくは、育成車検が切れているものだったら、自家増殖させて、それを販売あるいは譲渡しても大丈夫です。うん。はい。まあ、怖かったらやらない。怖かったら、種として売ってるものを買って、増やして売るのはありです。はい。ダメなのは、種芋として売ってるのを買ってきて植えて増えたやつをもう一回増やして、それを売ったり、人にあげるのが、登録禁止の場合はダメです。はい。ややこしいね。まあ、とりあえずね、自分で食べてるだけだったら、どんな品種でも大丈夫だよっていう話です。はい。じゃあ、まあ、とりあえず植えていきましょう。あ、植えていく前に、このね、まあ、じゃがいもの下準備の仕方なんかも散々動画で出してるし、出し尽くされてるんで、もう省きますけれど、春じゃがは切って大丈夫です。夏植えのジャガイモは切ると、高温多湿なので、傷口から傷みやすいです。だからやめた方がいい。で、私の場合、この切ってから、まあ、これ、昨日切ったばっかなんですけど、いい感じに乾燥してるから、もうだいぶ植えても良さそうになってきましたけれど、できればまあ、もう1日ぐらい、2日ぐらいかな。2日から3日ぐらい。うん。乾かして、ここはコルク状に乾燥してから植えた方がいいです。で、こうやって、乾燥させてから植えれば、草木灰とかつけずに、植えることができます。ちなみに、切った後に草木灰とかジャガイモシリカつけて乾燥させるのは、私はこれ失敗したことなんで、あんまりお勧めしないです。なんかね、傷口が乾かずにそこからどんどん水分抜けていったんですよ。ちゃんと乾くならいいんですけどね、あれ私の保管方法が悪かったのかな。まあ、とりあえず、草木灰とかつける人ないです、この方法なら。草木灰つける場合は、例えば切ってすぐ植えなきゃいけない場合なんかは、草木灰、あるいはジャガイモシリカとかをつけて、この傷口、表面をアルカリのもので消毒する。そうすると、まあ、カビとかね、バイキンが入りにくくて、傷みにくくなり、切って植えたものも育つということです。で、ベースとはね、やっぱね、これぐらい。ピンポン玉くらいの種芋がいっぱい入っているやつを選んで、それを植えるのがいいんですよね。あとは日光災害、日光浴火といって、植える2週間から1ヶ月ぐらい前に日の光に当てて、芽を出させる。黒くてしっかりしたやつね。あ、黒くてちっちゃくてしっかりしたやつ。箱に入れたままピヨッと出てくるような芽はあんまり良くないと言われてますけど、一応それでもね、生えます。例えば、これなんかショート動画で出しましたけれど、うちの食用で保存しておいたアンデスレッドからね、結構生えちゃったやつ。こういう芽あんまり良くないんですよ。弱いと言われて。まあ別にね、傷む前だと大丈夫だと思うんですけどね。はい。こんなところかな。まあとりあえず、もう一回整理すると、種芋を植える前、だから1月下旬とか2月に買ってきたものを、縁側とか日の当たるところに並べておいて、日の光に当てて芽を出させる。で、定食の、まあ2日から3日前に切って、干しておく。うん。で、植え付け当日に切らなきゃいけない場合は、切って、ジャガイモシリカとか、なんだっけ、草木灰とかつけて殺菌したものを植えると。こんな感じですね。はい。
で、植え方に関してはマルチ使うか使わないかまた全然変わってくるし、いろいろあるんですけど、私の場合はとりあえずマルチ使わずにやるんで、地表からジャガイモ2個分ぐらいの深さに植えます。これね、深く植えすぎると、土の下の方が冷たくて成長が悪いんですよ。で、逆に上に植えすぎると、まあ、地表面の方が温まりやすくて、芽は出やすいんですけど、その後の土寄せが必要になる。なぜかというと、ジャガイモっていうのは、種芋を植えるとそこから芽が出ます。こうやって、ね。で、その芽が出た、ここかに、ここの上の方、種芋よりも上に小芋ができるんですよ。だから、表面ギリギリ植えちゃうと、表面ギリギリに種芋を植えると、小芋ができるところが土から顔を出しやすくなるんですね。なので、土寄せが必要になる。でも、ビニールマルチ、黒マルチで光を遮断しておけば、それが必要ないので、収穫の時も楽だし、ビニールマルチを張ることによって、この春の気温が上がりにくい時、地温が上がりにくい時でも、保温と、まあ、加温効果っていうのかな、温める効果があるので、それで土の温度が上がりやすく成長も良くなると。だから、ビニールマルチは使った方が間違いなく、手間も省けるし、よくできます。はい。うん、だから別に私みたいにビニールマルチ使わずにビニールマルチ使わないっていう縛り栽培をやってない方はもうね、素直にビニールマルチ使った方がいいです。はい、うん、ということでじゃあ植えていきましょう。はい、それじゃあまず黒木土の方に植えていきます。で、ジャガイモもそうなんですけど、他にもね、種まきとか定食の時は絶対これやった方がいい、絶対これやった方がいい、うん、もう過去もねおすすめしてますけど、買ってよかった農具ベスト3に入るぐらい活躍します。たびき車、ほら稲田植えの時に使うんですけれど、これを使ってまっすぐ引いて、でこれ目印がついてます。なのでジャガイモ大体30センチ間隔なんですよ。私が買ったやつは30センチ間隔で、この、まあ、一尺タイプなんでね、30センチ間隔にこの赤い玉がついてます。だからこれを打つとまっすぐに、しかも等間隔に植えることができるという非常に優れもの。お値段大体5000円です。本体だけだったら確か3000円ぐらいなんだけど、ロープが地味に高い。はい。で、これを、使ってやっていきます。で、このまっすぐ等間隔に植えることができれば、管理が非常に楽です。これ、島の自然農さんも最近おっしゃってましたけど、ほんとね、野菜はとにかく、綺麗に等間隔で植える。そうすることで、草取り、除草の手間がね、段違いに楽です。逆に言えば、ちぐはぐに植えちゃうと、草取りの手間がめちゃくちゃ大変。特に生え始めの芽を見つけられなかったりするんで、絶対にまっすぐ等間隔に植えた方が作業性が上がります。はい。そのためにはまず畝をまっすぐに立てる。で、畝をまっすぐ作るときにもこいつめちゃくちゃ役に立つし、で、植えるときもこいつがめちゃくちゃ役に立つ。で、買わなくても麻紐だとか、まあタコ糸みたいなもの、ナイロンの糸とかでもできます。できるんだけど便利、くるくる巻けるし、収納も楽だし、ピンって貼れるしね。だからこれはね、買う価値あります。まあ、とはいえね、数メートル四方ぐらいの小さな家庭菜園でやる場合は、こんなの必要ないけどね。ある程度面積やるんだったら、絶対あった方がいいです。よし、それじゃあ、まあ、設置の仕方なんですけれど、とりあえずどうしようかな。まず端っこに設置していきます。よいしょ。仮でこの辺にぶっ刺します。よいしょ、よいしょと。で、ロックを外して、で、大体まっすぐ、これも本当はね、なんだろう、畝の端っこから目印になるように、長さ測ってね、設置した方がいいんですけれど、まあ、大体目測でやります。とりあえず、植えてる列さえまっすぐで等間隔ならいいんですよ。これもか。で、ビッて貼ってロックして、差し直す。よいしょ。結構曲がってんな。ちょっと打ち直します。上が蛇行してるんでちょっとね曲がってるように見えるけど、これで OK です。これで溝を切ってそこに芋を植えていきます。溝を切ったりね、まあ地面を慣らすときに非常にあると便利な道具ね、こちらです。この2つ、まあ、最近こういう作業しなかったから久しぶりの登場ですね。三角砲、三角釜と言いますね。で、こちらムツゴ、これね、めっちゃいい道具です。で、この二つがね、あるとね、すごい作業が楽になる。草刈りとか、その溝切り、種まきの溝切りとか非常に楽になるし、で、こっちは、その、整地作業が楽だし、このね、
尖ってるんで土の刺さりがいいんですよ。はい、両方とも私が大好きな鍛冶屋さん、相田合同工場さんのブランドです。千成というブランドでありますね。商品リンク Amazon に、Amazon の商品リンクね、動画説明欄に貼ってあるので、お近くに取り扱い店がない方は Amazon リンク、Amazon から買ってみてください。はい、まずは三角釜、三角砲で溝切っていきます。目印打ったところのギリギリはちょうど糸切っちゃうんで、まあちょっとこれは感覚になりますけど、まあ目印にしつつ20センチぐらい離したところに溝切っていきます。このね、ラインぴったりにやらなかったとしても、これ一本ね、近くに目印があるだけで全然曲がらないというか、まっすぐできるんですよ。こんな感じです。よし、このままでいいや。またカブトムシの幼虫がいました。で、これに植えていきます。で、これね、ただでさえちょっとふわふわした黒木土なんですけど、今季かけたのでさらにふわふわします。だからね、ちょっと埋め込む感じでやっていこうかなと思います。比較の単位にたくさん同じぐらいのやつがある、アンデスレッドをね、両方に植えて比較していこうと思います。はい、それでは植えていきます。アンデスレッドね、ちょっとカメラ映んないかもしれないけど、ここで30センチ間隔に赤いビーズの玉があります。これね、1個のジャガイモにね、8個から13個ぐらい芽があります。だから、ね、ちょっともったいないですけどね。はい、植えます。芽が集中してるのがへそっていって、親とつながっていたところと反対側に芽が集中してます。なんでこの芽が集中してる方を上に向けて植えた方が、最初の、ね、伸びはいいんですけど、たくさん芽が出ちゃいます。それが嫌な場合は反対側、へその方を上にして、植えると、一回下に向かってからこう出なきゃいけないんで、強い芽だけ出るということが言われています。まあ、私はとりあえず発芽重視なんで、とりあえずね、芽が出やすい向きで植えています。これ私順植えって言ってますね。で、反対に植えるのは逆さ植えって呼んでたりします。で、これ土を被せると、だいたい芋2個分ぐらいの深さに埋まってます。はい。で、さっき言った通り、これだと、まあ、発芽は比較的しやすいんですけれど、この後強さが必要になってくるんで、そのことを見越して、ここに寄せられるだけのスペースを空けておかなきゃいけません。2列入れる場合は、両側から土を寄せるだけのスペースを空けてから、両側から土を寄せられるだけの、錠間っていうのかな。筋と筋の間をしっかり空けてください。具体的には、錠管の、おすすめはね、まあ、そうだな、余裕があるんだったら60センチぐらい。最低でも40センチは開けないと、もう寄せる土ないです。はい。40センチは厳しいな。やっぱ60センチぐらい欲しいな。はい。で、このうね、通路からも30センチぐらいは欲しいです。これぐらいないと寄せる土なくなっちゃうんで。はい。じゃこんな感じで植えていきます。はい、土の方にもね、アンデスレッド植えました。これはもう残りのやつ全部植えたね、向こうまで。で、途中から、結局、綿、芋もね、植えました。もういいやと思って。さあ、どうなるかな。で、ここは耕運機をね、2回ぐらいかけて柔らかくしてあります。やっぱ、じゃがいもね、特にここの畑みたいに固まりやすい土だと、不耕機やるとね、やっぱり太れないんですよ。で、春ってやっぱ雨が多いから、それもあって、ね、ちょっと湿りやすくてね。なので、ここの場合はやっぱ耕してから植えた方がよくできます。さつまいも多分そうだと思うね。まあ、芋掘りの時にどうせね、掘り返しちゃってるんでね、耕してるようなもんですから。だったらもう、飛行機にこだわることなく耕して植えた方がよくできるなら、それをやった方がいいんじゃないかという考えです。はい。で、こっち側もね、植えました。じゃあ、この後ね、経過観察をしていきます。ほんで、見比べることとしては、この黒木土の方がね、雑草が生えにくいというところもね、あるので、その特徴もね、比較していこうと思います。では今回もここまでご視聴くださりありがとうございました。引き続きね、経過観察を上げていきますので、よかったら見てみてください。